中日4連敗で東京借金10甲子園では7戦未勝利、立浪監督この球場では本当にとは一体どのようなことなのだろうか。中日は4連敗で今季ワーストを更新する借金10に膨らんだ。先発メヒアは5回7失点で7敗目、初回1死2塁で森下に左前的自打され、先制点を献上。3回1死12塁ではまたも森下に左前的自打、その後に西満塁で前川に左翼線付近に落ちる2点打された。この打球をめぐっては立浪監督がリクエストを要求、しかし責任審判の島田二塁塁審は打球のフェアファウルについて中日側がリクエストしようとしましたが、スクリーンに映像が映った後なので受け付けませんと場内に説明、リクエストを認められず2死1 3塁で再開。悪い流れのまま木浪にも右前的自打を許し、この回一挙4失点試合の流れを手放した。立浪監督はメヒアは容易弾でベースカバーが遅れて初回先頭、キーホンの一塁内野安打からの失点、チームの士気を下げる。球自体は強いですが投げミスや逆球が多い、次回登板は1回考えないといけないとした。これでチームは甲子園では6敗1分けで開幕から7戦未勝利、指揮官はこの球場では本当になかなかうまくいけていない、何とか明日以降やっていくしかない、借金も増えてきたが毎日試合は続くので反省して次に向かっていくと話した。大幅な入れ替わ精神論、やっていることは星野監督の投手っぽいのですが、いかんせん持っていないというか勝負感が悪いというか、長すぎた引退から現場復帰の年月の変化に自身がついていけなかったのですかね。少なくてもそれ以前の暗黒時代から大幅な血の入がえ、で毎年開幕前はワクワクはさせてもらいました。お疲れ様でした。メヒアのベースカバーの遅れも確かにあったが、中田の動きも悪すぎる。自分でベースを踏みに行けそうな頃やもっと前で取ればランナーにタッチできそうな頃でも投手のカバーに頼るシーンが多い。あれもチームの士気を下げると思うけど、敗因の全てではないにしてもやはり中田と中島に異常に固執していることがおかしいと思います。それだけで他球団に対してハンデを負って戦っているようなものです。調子の良い選手を1軍起用して悪い選手は2軍で調整させることがそんなに難しいのかと疑問です。素人にはわからない事情があるのかもしれませんが、前半戦5位で借金8のチームならこれがだと、もう今後は負けまくって上に勝ちを献上するだけのチームとなっていく。選手もここで無理をして怪我したらクビになってしまう、監督もコーチも多分今年でクビだからもう無理はしないって感じで進んでいくだろう。せめて中田4番はやめようか使うにしても、6番で良い、3番カリステ、4番福永、5番細川、6番中田か高橋で良い。前の阪神戦で2桁得点取れた時のオーダーで良いは、いよいよ監督の休養が現実味を帯びてきたな。監督代行は片岡ではなくエイジが妥当だからフロントが上に上げたのかもね。立浪が監督として達成したのは、大島以外の落合監督のお気に入り野手を一掃し若返りを図ったことと、中田獲得という博打を打ったことくらいか。谷重は7月中旬に借金7、8月初旬に借金15になって休養した。昨日今日の流れだと立浪も8月に借金15になって休養かな。そもそも谷繁の頃より選手層は厚いし、ライデルもいるのに同じような結果になってる。やはり采配が悪いんだろう。まだここにコメントくれる人はいいよ、ちゃんと試合を見てくれてたり結果だけでも見てくれてる。たくさんのファンがとっくに愛想を尽かして結果にすら興味をなくしてるでしょうね。監督就任の時に喜んだファンがこの2、3年でどれだけ離れたんでしょうか。前半戦でさっさと借金中になって辞任してほしいと思ってたけど、意外と後半まで持ったのね。まだ今なら間に合うから、立浪と井上を変えてくれ、投手コーチや選手入れ替えても監督変えなきゃ意味ないんじゃ。一昨年からチームの戦い方が何も変わってないよな。1軍と2軍のコーチを入れ替えたのなら1軍と2軍の監督も入れ替えるよ。毎日打順も守備地も動かして選手がかわいそうだよ。来シーズンは対戦別で負け越したら相手さんのホームで全てのカード試合するというルールに改定しよう。つまり全ての相手に負け越したらずっとロードでやるということよ。克服で金曜ではプロ失格だからね。なんとか耐えて借金一桁だったのが今まさにズルズルいってるんじゃないでしょうか。ヤクルトとの 0.5 ゲーム差は実質内に等しい。他のヤクルトと等の中日のはずが等も先発1枚と8
9回の2枚しか聞いてない、力負けすると思う、ワンパターンなコメントは采配にも現れている。コーチ経験なしからいきなり監督になった前提なしの選手時代の栄光だけ、ひらめきなのかその場しのぎの采配のこの順位、一時的な首位は勝ちに不思議な勝ちありに過ぎなかった。落合監督の場合はチーム情報の秘匿という意味で記者にはあまり具体的なことを語らなかったが、立浪監督の場合はチーム内でも同じことを言ってそうな感じがする。立浪監督、あなたはもう頑張らなくていいよ、もうあなたでは勝てないということが分かったから、もうしがみつかずに、中田、中島仁志、あなたの眼力のなさで取った摂取を連れてやめてくれ、片岡なんかをヘッドにしてるからダメなんだよ、自分を過信しすぎで自信持ちすぎ、ファンから見たら眼力なし、能力なしですよ、頑張っていくだけって、プロの監督の発言、なんか私には打つ手がありませんって言ってるみたいに聞こえる。早くヘッドコーチと一緒に身を引いてほしい。選手も監督が頑張っていくだけと発言してるのをどう感じてるのかな。4月 C からズルズルいってこの結果やん。ヤクルトとついに 0.5 差。ヤクルトには村上というホームランバッターがいる。ドラゴンズにはいない。単独最下位になるのも時間の問題。最終的に最下位なんだろうな。ズルズルいかないように、という部分に突っ込もうと思ったが、皆さん同じようなことコメントしていますね。すでにズルズル言っていると声を大にして言いたい。反省して、とも言っているが、何をどう反省するのかも疑問。攻撃オーダーにして福永セカンドにするならわかります。けど福永は今年まで外野やったことがない選手。そんな初めて3ヶ月でプロの1軍の試合で外野守れるまで守備上手くなったら誰も苦労しません。福永が取れなかったのは福永は全く悪くなく守らせた立浪監督の責任です。どうしても中田使いたいならせめてサード周平セカンド福永にしてください。いろいろ叩かれるかもしれないけど、立浪さんは何を目指してるのかわからない。少しでも上位に行くことを目指すのではなく、立浪さんが認めた人が結果を出すことを優先しているように思える。今のチームで勝つ確率が高いやり方を選んでほしいです。優勝してほしいけど今年はせめて最後まで諦めない展開には残ってください。リクエストのタイミングが遅れれば、認められないことは分かっていたが、VTR が際どかった。明らかにファウルだったら、選手もアピールするはず。なんだ、この意味不明なコメントは？VTR 見てからのリクエストはカンニングと同じじゃないか。選手もアピールしていないんだから、フェアなんでしょう。結局自分が見えなかったからリクエストしたかった。チームに役立つ仕事しないといけないですね。なんか、戦う感じではない。オーナーが、前半戦の報告の時に、昨年より良いとか、これからミラクルとか、のんきなことを言ってるから、それでしらけてる。何とかしなければ、途中でも切るよくらい、言わないといけないのに、立て直しとか言ってるけど、ドラフトは好き放題バランス無視して上位を野手ばかり。なのに育成のロドリゲスを使い多くの若手がファームでも出れなくなる。よそのベテランを高額雇用。ライデル契約最終年。立て直しではない。どう考えても結果が全ての年ですよ。やっぱり競争して結果を出してる選手を使わないと。巨人でも大城、阪神でも佐藤、森下。本来レギュラーの選手でも不調なら下で調整して、結果を出してから使う。それでチームが蘇っている。岡林は下で良いし、中田も結果が出なければ代打で良い。中島、70人から外して、投手を登録したいくらいだ。選手は、結果で、ユニフォームを脱がされる。監督も同じはず。立浪監督お疲れ様でした。とりあえず休まれた方がチームのためになると思います。あと片岡ヘッドが監督代行になるのも勘弁してほしいので一緒に休養された方が良いですね。名選手のミスタードラゴンズ高木監督も、甲子園で休養したよね。名選手のミスタードラゴンズ立浪監督も明日かな。本当に応援していただけに非常に残念です。ただ高木監督も70代で再度監督になったから立浪監督も70代での監督を期待したいです。リクエストして失敗すれば残念とチームとファン全体で悔しがる、リクエストして成功すれば試合の流れも変わり、大喝采リクエストしないと微妙なのになんでしないだと一部からやじリクエスト拒否、両チームから笑い者になり、著しく士気を下げる、応援してる方も恥ずかしい、一番自分のチームにダメージを与える方法を選ぶ立浪センス。リクエストのタイミングが遅れれば、認められないことは分かっていたが、VTR が際どかった。明らかにファウルだったら、選手もアピールするはず。認められなかったことは仕方ない、 VTR 見てからリクエスト受け入れられるって思ってたってこと？フェアだったから選手アピールしてないのに、ファウルだと思ってリクエストしようとしたってこと？言ってること尻滅裂すぎへん？無様な負けが続いてやんでないか？大事な場面で、点数取られたので、とりあえずリクエストを早急にすべきでしたね。今日は捨てゲームなのかな？未だに中田主力扱い。中島を一軍へ。他本軍事。
マルチネスを日ハムに放出した2人がいたらなぁとつい思ってしまいます。グラウンドの隅々まで目を光らせて審判の不調にも気づく落合との作用、いやそれでも勝てているなら別にいいんだけど、3年間にわたって低空飛行どころか地べたを這いずり回るだけのチームしか作れない監督ではどうにもならない。負けるのはもう知らないが、栗林とマルティネスと西武スーサが2になりました。マルティネス休ませるような試合ばかりだとマルティネスがタイトルすら取れなくて来季の残留に支障をきたすかもよ。勝率5割未満確定まであと20敗、毎日役のわからないことをするので、最近は自分の精神状態を保つため心を無にして観戦していたが、あまりにも選手たちがかわいそうになり胸椎に誤球してしまった。スタメン代打でいろいろ言われている方々もある意味被害者だと思えるまでに来てしまっている。もう相当我慢しました。これ以上勘弁してくれ。リクエストのタイミングが遅れれば認められないことは分かっていたが、 VTR が際どかった。明らかにファウルだったら選手もアピールするはず。 VTR 見てリクエストしました。ファウルならアピールするはずの選手からアピールはなかったけどリクエストしましたってことを、さすがに意味不明すぎる。本当にライト細川は止めてほしい。細川は下手なんだからレフト固定。中田をファーストで使いたいならセカンド福永、ショート田中少し前に実験したにしたらよい。外野はライト上林と後藤では、甲子園で春夏連覇、ドラ1開幕1軍スタメンで新人王、迷宮界で殿堂入り、現役時代の栄光が監督になったばかりにわずか3年で地に落ちたのでは、球団ワースト更新の3年連続再開がいよいよ現実的になってきたのでは。タッツ残念無念。もうゲーム差も開いて選手も暗くなってきました。チケットも今後は売れなくなるでしょう。潮時です。落合エジあたりでつないで井端監督期待しましょう。福永が一番わかるはずなのに、本人がフェアと言ってるのになぜリクエストしたのか、こういう場合に備えて意思疎通のサインとか決めてないのか。本当に采配以前の問題が多すぎますよ。こないだの投手交代却下に続いてリクエストの成功率ランキング、確か立浪監督再開だったような。去年から立浪監督のリクエスト見てて選手奮い立たせるためのようで、余計に恥をかかせてるように見えてしまいます。これほどベンチワークのミスが多い監督初めてだわ。瞬間湯沸かし器の持ちや代打さんつ間の与田を軽く超えてる。ましてや落合とは運命の差、認められないことは分かっていたが、VTR が際どかった。VTR が際どかったって、VTR 見てリクエストできるんなら、みんなそうするわ。そもそも、分かっていたら、リクエストするなよ。ルール知らんのか?と言いたい。こういう話題には事欠かない監督で、お粗末すぎる。選手が失敗すれば責める。自分が失敗しても言い訳。反省せず他人のせい。こんな監督についていきたいとは思わないよね。チームがバラバラなのがわかる。立浪監督はリクエストの仕方が下手な上にタイミングも下手とは致命的。リクエスト制度は他の11球団のためにあって、中日には全く無意味な制度。リクエストの件はさておき、福永のポジションをコロコロ変えるなと思う。ましてや去年まで内野は守っていない。浜風の甲子園ならなおさら厳しいものがある。お願いですが立浪さんやめてください。戦術がどうのこうの前に組織を把握さえしていません。現役の功績は十分には勝っていますが、今のあなたはあまりにもひどい。やめてください。やはり昨日の敗戦で緊張感が切れましたね。残念ながら明日も負けで、いずれヤクルトにも追い抜かれるでしょう。マジでいつまで監督続けるんすか?もう後半戦に入って全く試合見るの止めたが、きっちり連敗か立浪が監督辞めるまで見ねえわ。どんどん遠のいていく A クラス、そしてヤクルトともいつの間にか 0.5 ゲーム差か。立浪が辞めない限り再開よ。立浪は野球を知らなさすぎなんだよ。個人のスキルだけに頼ってやってきた天才タイプだからな。1ヶ月後には借金20もありそう。見苦しいぞ立浪和義。なんとか延命して監督を続けようとしている。借金が2桁に乗ったので選手のモチベーションがさらに下がり、もっと打てないことになるだろう。明日も負けて借金11。早く辞表を出せ。福永もいろんなポジションで大変だよな。打つ方で頑張っているのだから、もう固定して負担減らしてやれよ。なのに、中田、中島の優遇は何?リクエスト云々の前にメヒア打たれすぎじゃないか?見てて打たれるだろうなってところに投げに行ってる。さすがに7点は取られすぎ。審判の言うことがごもっともです。恥ずかしいね。確かピッチャー交代が認められなかったことも今年あったような。ルールい頭に入れときましょう。監督、選手で遊びすぎ。最後チャンス板山で行けばもう少し点は期待できた。阪神はチャンスに板山が一番怖いのに、落合監督以降の過去の監督と立浪監督比べてどっちがマシか?だろうな。そうじゃないなら監督コロコロ変えても変わる気しない。